彼らが結構ありますからね、うん、これ全部どけないとね、あの、倒しにくいんですよ。なるほど、なるほど。はい、こんにちは。東アジア共同体研究所、琉球沖縄センターのズケラン長敏です。今日はですね、TPP VS サトウキビというテーマで沖縄本島のサトウキビ農家さんのところにお邪魔しています。場所は沖縄本島があるんですけども、沖縄本島の一番南の端に糸満市というところがあります。で、糸満市もあの市ではあるんですけども、サトウキビ農家さんとか野菜を作ってる方とか農家の方がたくさんいるんですね。で、その特にまあ今日はサトウキビですから、サトウキビ農家の方が TPP に関してはどう思ってるのか、そして今サトウキビ農家の現状はどんな感じなのかも含めてですね、私ズケラン長敏がレポートしたいと思います。で、私のお隣にいるのが、上原義京さんです。義京さん、よろしくお願いします。はい。上原義京さんは糸満市のサトウキビ組合というのがあるんですけども、その組合の組合長さんでもあられますので、全体のこともねまたお聞きしながら進めていきたいと思います。早速ですけれども義京さん、はい、ここは義京さんがやられてる畑ですよね。はい、小作でやってます。小作で、ね、はい、やられてて、広さはどのぐらいなんですか。約500坪、ちょっと足りないぐらいですね。500坪、ちょっと足りないぐらいで、はい、これってあれですか、沖縄のサトウキビ農家の中では平均的なんですか、それとも大きい、小さい。平均より若干大きいかなというぐらいじゃないですか。平均より若干大きいぐらいで、はい、で、その500坪のサトウキビから取れるその、まあ、サトウキビ収穫量っていうんですか、はい、年間、はいはい、それどのぐらいの量なんですか。そうですね、10トンちょっとぐらいですね。10トンちょっとぐらい、はい、そうですね、10トンちょっとということは、あの大型トラックでよく運んでますよね、はい、2台分ですね。あ、10トントラックの2台分、はいはい、普通5トン積みを今まであれしてましたからね、5トンの2台、大体2台ということで、なるほどね。年によっても波がありますけどね、量的には、はい、今までは4年間ぐらいは不作でだいぶ少なかったですけど、今年はまあまあいい方ですね。今年は良かった方ですか。だから年によって波があるわけですね。これは義京さん、トラック2台分ということですけれども、何人ぐらいでやられてるんですか。いつも一人でほとんどやってますね。一人ですか。はい。なんかご家族とか、あの親戚とか、みんなそれぞれそれぞれの仕事、学校がありますからね、うん、もっと安いサトウキビに何人も費やしたら大変ですよ。あー、へー、ということはちょっと大変ですね。ですけど、まあ、ま、でこれしかないですからね、私はこれしかないですから。なるほどね。あ、で、刈り取りからそのトラックに乗せるまでって期間的にはどのぐらいかかるんですか。ここ最初から最後まで終わらすのは。あ、そうですね、1週間ぐらいですかね。1週間ぐらいあれば、はいはい、あの500坪、はい、1台で1週間ですからね。1台で1週間、はいはい、そうすると2台だと、まあ、2週間ぐらいを1人で黙々とやりながら、はいはいはい、あとでちょっと収穫の、ね、方法もあの教えてもらいたいと思うんですけど、先ほどなんか斧がありましたよね、はい、これですね、はいはい、これでこの収穫するわけですか。そうですね、はい、これもうこれ滑り止めのために今も巻いてありますけどね。ということはこれで、はい、これでその一本一本、そうですね、一本一本、はい、倒していくと、はいはい、で倒したやつを今あの私が足の後ろの方に、はい、今はもう積んでますけれども、紐で束でくぐらんでいいですから、その分は、ま、昔よりは楽ですね。
前はね、枯葉も取ってまた紐でくぶっていましたからね。あ、今はその作業を除くことができるので、その分は良くなっていますね。なるほどね、うん、で昔は、まあ、私もあの手伝ったことはありますけどね、あの小学校、中学校の時一本一本倒して、でそれをある程度の束、このぐらいの束にして、はいはい、でそれを紐でロープ、あの縛るんですよね、です縄でね、そで、それをこう担い で、ね、あのトラックを乗せる道の方に、ね、はい、あの積んでいくんですよ ね、はい、すね、これが大変な作業でした ね、で今はあのあで枯葉もまずはちゃんと取って、それからでしたよね。今は取ってもいいし取らんでもいいということでね、あの工場で枯葉処理してくれますので、料金払えば、まあ、お金はかかりますけどね。なるほどね。もうあの時間がないですので、ね、全部やっていたら、やっぱり、うん、全部収穫するためには、うん、できるだけ時間かけないようにということで、うん、もう、うん、枯葉は工場にもお願いして、できるだけ早く倒せるよね。で、そうやって積み上げていって、はい、それをトラックに乗せるわけですよね。そう、またあのユニックが来ますからね、ユニックの方で引っ張って、ワイヤーで。あー、その辺も楽ですよね、昔はね。ここまでユニック入んないじゃないですか。あ、ワイヤーで引っ張ってくれますよ。あ、で向こうにユニックが来る、うん、あの置いて、うん、そこからワイヤーをここに通して、うん、そのワイヤーをでこうやって、こう引っ張っていくわけ。はい、そうです。で引っ張ったらこれサトウキビガガガガガガってなって、そうですね、もうもったいないでありますけど、また持ち直してくれますからね。それだけ強いってことですか、サトウキビは。でも根が浮いてるのはまた引き抜かれるのもありますよ。あ、はい、その辺はちょっと、なるほどね、株が古くなるとですね、うん、やっぱしあの引き抜かれてしまうのもありますけ ど、 なるほど、もうしょうがないですよ。もうまたその辺はまた後で捕食したりして、ね、やってますけどね。あのハーベスター使ってる農家さんもね、よく聞いてるんですけども、私もハーベスターにもいくらかお願いしてありますよ、大きい畑は。あ、はい、大きい畑はハーベスターを入れてあります。お願い、そう、もう自分ではちょっと無理で、もう若い時はみんなやってましたけどね、もう最近はもう年取って。でもハーベスターやるとなると、やっぱりハーベスター量もかかるっていうことになるわけですね。いろんな費用がかかるんですね。もうできるね、あの各家庭できるようなやり方でやってますよ、ね、それぞれ家庭に応じてる、家族でやるできるところもありますね、はいはい、私も今一人ですから失礼ですけれども、江原義京さん、今お年は何歳ですか？そうです、もう親方60ですよ。もう親方60。はい、じゃあ農家の中ではもしかして、あ、ま、若い方ですよ。若い方。若い、サトウキビ農家では若い方ですよ。もうみんな70、80、70代後半でしょ。70代後半、うん。そうですね。80でもやってる方います？そうですね、80。そうすると今後ちょっと高齢化も心配もありますね。そうですね、もうこうなるとね、だいぶ高齢化でどうなるかね、また定年退職された方々がやってくれればね、いいですけ ど、ね、まあ、その辺がサトウキビがね、それだけ引き合えばやるはずだけど、うん、今後どうなるか、その辺もちょっと厳しい面もありますよね、うん、なかなか価格もサトウキビなんかも上がりません、うん、あ、価格ね。それであの、まあ、TPP ですけどもね、ずっとこの間もこの何年も TPP のことで日本の農家さんはね心配されてると思うんですけども、井村さん的には TPP に関してはどのような思いですか？あ、もうあれですね、とても心配ですよ。サトウキビが安くならんかといって、単価がね、うん、安くなったらもう大変だな。 今以上にね、うん、もう安くなったら大変ですから、もうぜひ、うん、あの今の価格はぜひ維持できるような体制を取ってもらいたいと思って、うん、もう今よりも上げてもらいたいですけど、本当はね、あ、今でもちょっとやっぱり物価はどんどん上がっていますのにね、うん、サトウキビはもう一向に単価は上がりませんからね、うん、ずっと同じぐらい。昔からも何十年も前から2万円ちょっとでしょ。あ、わずかな、まあ、トンあたり2万円っていうね、そうそう、わずかな変動はありますけどね、うん、あのほとんどこれトンあたり2万円で農家に入るのはどのぐらいなんですか？その2万円がそのまま農家に入るんですか？あ、2万円ちょっと、2万円にもうちょっとありますけどね、はい、はい、あとまたこの枯葉取ったり、またこれ引っ張るチームも、うん、あの長い距離は引っ張りで生まれればですね、うんうんうん、やっぱし若干は引かれますよね。ああ、なるほどね。まあトンあたり2万円ちょっとから、しかしいろんな経費とか引かれるし、あと肥料を入れたりとか、ご自分の
あの労働単価っていうのは入ってないですよね、おそらくね。そういうのを引かれるとむしろもっと上げてほしいんだと。そうですね、もう今では今のあれではね、やっぱり、うん、だから今いかに単種を増やそうかなと思っていますけど、なかなか増えて、あの品種改良もどんどんねされて、どんどんいい、うん、いい品種も出てますけどね、うん、単種はなかなか上がらなくて、やっぱり気候変動も大きいですね、里芋は結構難しいですね。ということで、やっぱり農家さんが心配しているのは、 TPP がもし入ってきたとして、もう世界的なその価格でガーンとまた下げられるんじゃないかと、それが心配ということですか。ガーンとどこだか、もうちょっとでも下げたらもうあれですよ、もう少しでも下げてもらいたくないですね。少しでも下がってもやっぱり厳しいですよ。もう今でも本当に今でも本当に厳しいと。そりゃそうですよね。だって10トンですか、年間ね。これで2トン2万円となると、え、200万こっちだったら20万ちょっとです、ね、20万か、はい、そうこの畑ではこれだけではね、20万とかね、何か所か歩きますからあれですけど、そんなのか経費引いたら、これも日本という国がね、ありがとうございますって感謝 しないといけないかもしれないですね、農家の皆さん、サトウキビ農家の皆さんに。サトウキビの原料が国際相場というのは相当安いみたいですからね、あですからなかなか難しいで、ね、いかにまあ、単種を上げるかでしょうけど、なかなか厳しいですね、うん、あの土地は狭いしね、うんうん、面積拡大も難しいし。で、その今ここのサトウキビ積まれてるのがトラックに積まれて、まあ、最終的には具志川にある製糖工場にで絞られるわけですよね。そうです、もう絞るのはもう今一箇所ですね。一箇所ですよね、はいはい、今ね沖縄は統合されたので、うん、そうですね、でその絞られたその原料サトウキビのドロドロになったやつっていうのは、これはどこにどう加工されるんですか。これもあれじゃない、日本本土に行くんじゃないですかね、やっぱし白桃にされるはずですからね。で農家の皆様は直接はタッチしていませんけどね、うん、その後はよく分からないという、そう、うん、でもきちんとしたものを作って、うん、それがおそらく沖縄本島は、そのをそのまま内地の方に送っていって、ね、内地の方のまた会社さんがあの白い砂糖にしたりとか、うん、あのまあ、分蜜と糖と蜜を分けるわけですよね、うん、砂糖キムの原料はね、こっちは分蜜糖ですね、分蜜糖ということで、黒糖は作っていませんからね。黒糖は沖縄本島の中では黒糖工場はないわけですね。あ、小さいところはあるかもしれませんけど、個人個人のね、個人個人のね、あの観光客用のあれはね、うん、ありますけど、ね、大きいのはね、もう、はいはいはい、あとはもう離島の方に、うん、黒糖は、あ、離島の方で黒糖っていうのは主にあの黒糖工場は離島 で、 そうそうで離島の工場っていうのはいわゆる黒砂糖っていうかね、そうですね、うん、あのを作っていると。だから沖縄の中でじゃあやってる、僕らが手に入る黒糖っていうのは大体がじゃあ離島から来ている黒糖ということに。そうですね、そうですね、わかりました、はい、今後、まあ、TPP のことに関して李強さんの方からあのまあ、政府に対してですね、こんなことをお願いしたいとかね、もし思いの丈がありましたら、あ、もうぜひ今の価格を、ね、あの維持してもらいたいですね。もうこれより下げたら大変ですので、うん、できたら上げてもらいたいですけど、なるほどね、もうしっかり言ってください、あの約束してください政府はって言ってください、うん、これ、うん、適当な長さに切ってもらったサトウキビです。僕らちっちゃい頃こうやって食べました、あ、かじりました。まず皮を剥きます。まあ、こんな感じですね。で、全部剥きました。甘い、当然ですが本当に甘いです。で、カスがこうなります。カスは捨てます。うまい、うん、
甘い。うん。うん。こっちに錆びたん。皆さんこんばんは、東アジア共同体研究所 UI チャンネルの時間が、やってまいりました。いつもあの東京のスタジオからお届けしてるんですけれども、今日は琉球沖縄センター那覇にあるんですけれども、那覇の事務所の琉球沖縄センターから、こういった面々でお届けをいたします。私は司会の琉球沖縄センター事務局長付けらん長瓶です。よろしくお願いします。で今日のテーマは、TPP vs サトウキビ、ということで、お二人 の論客をお招き、して1時間、ちょっとになるんですかね、たっぷりと お届けしたいと思います。お二人をご紹介します。まずは、沖縄物産企業連合取締役会長の宮城博岩氏です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、琉球新報論説副委員長の、福原仁さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日、ギャラリーの皆様方も10名以上ですね、来られています。後ほどまた質疑応答とかも含めながら、TPP とサトウキビについて、勉強会も兼ねてたっぷりとやっていきたいと思います。でまずあの冒頭ですけれども、この TPP とは何ぞやっていうのを、まあ、皆さん TPP って言いますけれども、TPP っていうのはあのトランスパシフィックパートナーシップというふうに英語ではなっています。でこれ日本語に直すと環太平洋連携協定、簡単に言うと、まあ、連携して、協定してやっていきましょうとい いうことになっています。で、まあ、これでいいんですかね。いいですよ。よろしいですか。はい、はい、その TPP についてまずはその宮城博岩氏に、30分から40分あるいはそれ以上になるかもしれませんが語っていただきたいと思いますけれども、うん、ご準備のほどはよろしいでしょうか。大丈夫ですか。じゃあ広瀬さんの方に、バトンタッチいたしますので、どうかよろしくお願いします。お願いします。多分あのサトウキビについてですね、ある程度もご存知であるという前提で話しさせてください。ちょっと時間の関係で TPP にちょっとウェイト置いた話になると思います。あのこの 3,4 年になりますかね、 TPP 問題が出てきて以降、出てきて以降ですね、どっちかというと非常にあの矛盾というかな、おかしいなと思う点、あるいはこの問題はね、このセンシティブというのが問題なんですよ。センシティブというのは非常に大きな問題で、ほとんどこれで TPP が全部説明できるほどの内容になってきます。あのセンシティブってどう理解するかというと、やっぱりあのいろんな条件で変化する内容になってまして、そうですね、あのまあ、大体事情を聞くと、これはもう状況に変化して、状況によって変化していくとか、あるいはデリケートとか、そういう感情的な側面が非常に強い。そのセンシティブといっていうのはですね、日本はこう訳したんですよ。いわゆる
聖域と訳したり、聖域と言ったらもう犯しちゃいけないと、触っちゃいけないというふうに理解しちゃうんですよ。してずっと見ていくと、中身なんだと言ったら、重要な5項目、品目にして586品目になります。中身は。そしてですね、このセンシティブをもっと引っ張っていくと、ここに、書いてありますけど、大体、キーワードと書いてありますけどね、この糖度という話から入るということと、それから枠ですね、輸出入枠が入ってきます。入ってくれば、これも結局センシティブになってくるんです。 FTA 自由貿易協定以上の上のセンシティブがあるし、さらに WTO 国際貿易機構、それ上それの枠というのもあります。それが関税率、あるいは自由化率とか、いろんな言葉が出てきますけど、これ全部僕はセンシティブに聞こえる、センシティブとして理解しているんです。とりあえずセンシティブというのは、アメリカしかこんな考え全然してない。アメリカはあくまで猶予という考え方、猶予と何かというと、自国の反対する賛成しない産業界を説得する時間、あるいは受け入れる時間、期間と言ってもいいですけど、だから何年かかるか、つまりこれがアメリカの言うセンシティブだって、日本と全く内容違うような内容です。だから、まあ、基本的には TPP というのは、関税がある協定になっているんですよ。これ日本はどっかで、例外なき関税協定の TPP を反対すると言ったりしていますから、まあ、この前の選挙の時にそういった例外なき関税協定の TPP に反対するということをよく見ると、ああ TPP に反対してんだなと誤解を受ける。実際は今の文章でいくと TPP 賛成ですよという意味なんです。そこに矛盾というかな、あるいはああいうふうな点が出てくる。そして、まあ、あまり、担当大臣が話しているように、基本的にはこの5項目を、だいたい586品目ありますけど、その5項目の中はセンシティブですから、あるいは聖域ですが、犯しちゃいけないはずです。ところが結論はですね、この586品目の中から何パーセントかは削らないと、先ほど言いましたように世界参加国はほとんど 99% 自由化率がですね、 99% から100ぐらいまでいかないといかないというルールがあって、だいたい 95% 以上にならないといかない。別に言い方しますと、全部ですね、課税対象になる品目が918品目あります。この中に今言う、日本が言うセンシティブですね、加えるか加えないかで問題が出てくるんだけど、加えないと 90.35% しかならない。最低 95% までいかないと自由化率がですね、これ通らない約束になっていて、そのセンシティブという日本の聖域の5項目の中からだいたい 40% 削ってこないと 95% にならないんですよ。そこでどういうふうにしたかというと、この586品目 の中で、いわゆる加工品だとか調整品ものを除くとすると約 40% ぐらい、それからこれまで輸入したことのない品目を、削っても約 40%、
ぐらいになるんで、結論はですね、うん、いずれも、トータルで 40% ぐらい削らないと、もうセンシティブ否定せんといけない、正域にならないから。でも実際はここに書きましたように、結論は170品目しか予防に達してないんです。これ 30% ありますけど、これ足りない分はどこから引っ張ってくるかというと、別のところから、いわゆる重要5項目以外のところから引っ張ってこないと 95% にならないんです。なんとか監督して 95% の合意にはしてきております。これは数字でいう、いわゆるセンシティブ重要5項目です。ただそこに抜け道がありましてね、例えば米だと52品目あるんです。米と、いわゆる主食用の米と玄米足して、それプラス例えばせんべい用の米とか、あるいは米粉用の米とか、いろんな米がたくさんあって52ぐらいあるんです。多分抜け道というのは、いや主食の米は守りましたよと、そのあだのものを全部自由化しましたよという話になっていきそうなんだけどね。それから砂糖でもですね、全部で80品目ぐらいあるんです。キャラメル用の砂糖、あるいはアイスクリーム砂糖、いろんな砂糖があって、そういうもんでも、この白糖ぐらい、白糖あるいは氷砂糖とか、こういう高級の砂糖を守ればあとは自由化してもいいんじゃないのということで、逃げ道はできてるんです。これおそらくそうなってくると思う。もうこれが586品目の意味内容ですけどね。これでやっと合意に達したのは 95% で、かつ その方から持ってきて約 40% 達して、自由化率 95% 達しているのが 現状だと思う。それから、センシティブという重要品目の中でですね、我々は自動車だと、自動車だけだと思ってた。ところがやっと分かってきたんだけど、実はサトウキビも入ってるんです。そして、乳製品も入ってる。これはアメリカにとってはサトウキビおよびサトウは自由化できる立場じゃないんです。アメリカは自由化したら恐らくキビ産業は潰れるだろうと言われるぐらい輸入品が圧倒的に多いね。ただ沖縄黒糖というのはおそらく琉球でしか僕作れんと見てるんです。言葉はないんです。台湾とか中国とか東南アジアの黒糖って言葉はないんで、製造工程が全く違うんだ。だからこのただ沖縄の僕は先ほど生き残れるとしたらこれだろうなと。実際我々しようとしていて黒糖というのは全く足りないんです。需要にも追いつかないね。いわゆる供給が追いつかない状況だから、僕は全部黒糖に変えてもやっていけるよというのが僕の案になるんだけど、この離島の沖縄離島の黒糖はですね、実は塩が入ってるんだよ。サトウキビの根っこから約1メーター以下になると珊瑚礁とか海とかあってね、ほとんど塩の入った黒糖になってきます。今非常に流行な黒糖は塩入り黒糖です。どこ行ってもここ沖縄でしかできない、まあ、奄美入れますと琉球でしかできないんで、これはすごい強みだろうと見ています、競争上。まあ、そういう意味でですね、砂糖はおそらく、砂糖きびはもっと厳密に言うと、それ自身おそらくこのままだと僕は潰れる可能性が出てくるなと見てるんですよ。というのは高齢化問題と、約後期高齢の年齢に達してるんです、サトウキビ農家は。それから放棄する人々が増えて、もう次の人に、自分の家族に
サトウキビ作りはさせないということで、このままでずっとずっと少なくな生産ができなくなってくると見ています。年齢的にはもう75個すんですよ、沖縄のサトウキビ作り農家というのは。この人たちにそれ以上サトウキビ作りは無理があると。そしてじゃあどのくらいの放棄の用地があるかというと約3000ヘクタールぐらいある。これを使えば十分なサトウキビを作れるかもしれないけど、もう年齢的にあるいは生活できないんですよ。沖縄のですね、サトウキビで生活できるところは南北大東島、ここ一口農家あたり 5.3 ヘクタールぐらいある。そこが一番豊かになります。しかし機械化ができるんです。向こうはもう一箇所ありますけどね、八重山全体はだいたい3ヘクタールぐらいある一農家あたりですよ。そこもなんとかここで飯食っていけるけれども、ところが八重山はサトウキビ作らない、ね、甲州ヤシナともはるかにいいんで、こう牛、あ牛ね、牛今非常に高いんで100万、昨日今日まで35万円だったのがもうすでに100万個すんですよ。して足りないという状態だから、向こうはまあ黒島なんか一番儲かっていると言っていますけどね。だからサトウキビ作るよりも養豚をやるか、あるいは牛を飼育するかと、この方がはるかにいい。まあ、それで、まあ、TPP というのは、もう一つは3つあります。サトウ、キビが生きていく道は農業としていくのか、工業として生きていくのか、これ賃金が目当てね。もう一つは観光としていくかと、これは WTO 規定で条件の悪いところは所得保障しなさいと。例えばイスラエルはですね、耕地面積の 60% は砂漠です。それからオランダは地上1メーターの耕地面積の 40% は地上1メーター、 25% は海より低いんです。そこはそういう所得保障して何作ってもいいよと。ところがそれがアメリカと一緒に争うぐらいの農産物を作ってますからね。そういう意味で所得保障する理由は、例えば本土だったらね、中山間地域に対する、まあ、いわゆる直接支払い制度を取っていますけど、沖縄だったら離島がたくさんありますから、それが不利な条件、自然的条件の中の不利な地域は所得保障をしなさいとしていようかな、 WTO の規定で。それでこれ何かというと、いわゆる実は何作っても必ず所得保障しますよと書いてあるけど、いわゆる所得保障するけれども農業をちゃんと保持しなさいと。どっちかというと観光ですね、これは環境と観光ですよ。そこにウェイト付けする方法はないことはないなと。これが佐藤義美、僕が言ってる義美問題、それで終わりますけど、もう一つそれぐらい、あと今度ですね、 TPP の合意に達したので動いていきます。動いていく、その時に一番迷惑というかな、損をするのは TPP に参加していない国。これはこれは台湾の、台湾の新聞だけど、参加しなかったらこのぐらいマイナスになりますよということをここずっと書いてあります。もう一つあった、このと、これは中国銀行の中国大陸ですよの、まあ準という向こうの、中国の人民銀行のアナリストです。この人も同じように言っていますけど、要するに TPP に参加しなかった国は全部マイナス、 GNP マイナスとか分析していましたね。まあ、あと日本はこれで 2.2% GNP をアップすると書いてある。2025年までに 0.3% ずつ日本伸びますよと。一番ベトナムです。 TPP に参加してメリットが非常に大きいのは、これはお分かりの通り繊維製品と造字とかね、こういった商品でアメリカに輸出できるので
まあ、これ書いてあるけど、ベトナムこれ、非常に多いですよ。これトップです。37-38% の GNP をアップしました。あとは、これ全部 TPP 加盟国だけど、大体 2.2% ぐらい。日本もこのぐらい。これどこが主催したんですか、これは。これは、これは日経だと思う。日経、うん、新聞の出たのは。あとは、北京側の情報と、台湾側の情報を入れると一番損するのは損する中国もっと落ちます。韓国も悪い日本に負けていきますから、マーケット取れないんですよ。いや、中国は本音では TPP 参加したいと思ってるんですかね。向こうはね、 RCEP といって別の機構を作ろうとしてるんだ、うん、アジア地域包括協定というのを作ろうとしています。そこはアセアンプラス6カ国でね、作って対抗しようとしているけど、アメリカは中国にイニシアチブを取らすなと、中国にルールを作らすなと、ルールはアメリカと日本が作るよと。特に国営企業、日本から米がキロ300円で中国に輸出されるけれども、向こうの消費者が買うときは1300円になっているんです。国営企業が全部利益を吸い取ってましてね、それで、まあ、うん、大体 TPP は相当問題あること分かりますよ。だけどいい方向に持っていこうとしているのが今日本の姿勢じゃないかなと思います。まあ、このぐらいで、あとは質問。はい、ありがとうございました。さて、ここで、まあ、隣の福原さん、はい、何か今お話聞いて疑問点とかお聞きしたいことがおそらくあると思うんですけど、何かありますか。はい、まずサトウキビの話中心に日向さんなさってたので、キビの件についてですね、伺いたいんですけど、日向さんのお話にも出ていた加糖調整品っていうのですね、まあ、シンガポールが主に作ってるという話をされた、あれがこの TPP によってですね、大量に入ってくるんじゃないかと。で、そうなるとですね、加糖調整品の価格が大幅に下がっていて、それが波及してですね、糖化、今はサトウキビ価格糖化を保証するという仕組みは維持するということになってますけれども、その制度自体維持できなくなってくる可能性はないかと思うんですが、いかがでしょうか。これは内外格差がほぼゼロになって、この調整金ね、はい、税金の調整金、はい、これがより国際相場より低くなった場合には、おそらく今の、まあ、40円ですよね、あれね、はい、かける80万トンありますから、約320万足りなくなります、調整金がですよ。だからただ今の加糖商品というのは、先ほど言いましたようにココアとかコーヒーとかに混ざっている砂糖ですけどね、どっちかというとこれは僕から砂糖というよりも加糖、果物の加糖ね、なっていて、これについては国は品目あたり 6.2 トンだったかな、何度輸入割り当てでコントロールしようとしてるんですよ。すでにもう入ってきてます、シンガポールから。この12カ国の中で砂糖を日本に売ろうと言い出したのはシンガポールだけですよ。特にシンガポールは砂糖キビ作ってません。外から砂糖を買ってきて、今言ったココアとコーヒーとかに混ぜて日本にも輸出しています。多分37万トンぐらいあったと思う。金額は60億ぐらい。おそらくここがコントロールできなければそういうようになっていくと思う。それよりもさっき言ったように高齢化による内部崩壊だと見てるけどね、はい、問題は、まあ、高齢化による内部崩壊、放棄畑が増えてしまうということはですね、もう広岡さん20年30年前からおっしゃってました。そのご指摘はすごく危機意識はよくわかるんですけれど、今のお話でですね、例えば離島ので作っている黒糖、まあ、黒糖に切り替えればですね、まあ、付加価値がついてるから、その分
維持しやすいんだという話ですけど、そういうご指摘も実はもうだいぶ前からありますよね、はい、でもそれはやっぱり実現してないわけですよ、現時点でですね、うん、そこはなぜなのか、それと現時点で実現してないのが今後可能なのかどうかというところをお伺いしたいんですが、あのね、さっき言った黒糖は琉球にしかない、その名前は、はい、製造工程全く違う、ただ黒糖の塩入り黒糖の注文は何十万トンあるんだよ、うん、沖縄は足りないんだよ、7000トン7000キログラムで1万トンもないんだよ、ところが注文はそれの20倍ぐらいあるんだ、だから黒糖に切り替えても問題なんだけど、それが1点、もう1つは黒糖製糖工場はね、さっき言ったようにほとんど赤字です。なぜ赤字かというと関係者いないですよね僕は全部データ集めたんですよ、全部赤字ですよ。その場合に総合原価方式と取っていましてね、自分の作った砂糖の値段ここですと、国際相場ここですという場合に全てのその差がもらえるからね、全ての費用はアップさせるんだ、僕から言うと企業努力をいらない要求になっていて、金を使えば使うほど差が出てくるんですよ、企業努力しないから。その癖だろうと思うんだけど、全部なめて赤字を作ってるんだよ、約10何億ぐらいありますよ、黒糖工場に回っている金は。だから黒糖としての生きる道はあるけれども、相当分離相当の道は厳しいぞというのが僕の意見ですけどね。黒糖にじゃ切り替えるのはですね、切り替えるためにはどうすればいいと思うんですか。一番難しいのは、はい、分蜜糖とかね、分蜜糖分かりますよね、相当と言いますけど、分蜜糖に対して避けておいて2万円は分蜜糖に対する補助金だってね、はい、黒糖は対象にならないんですよ、黒糖は砂糖じゃないというもんだから、うん、対象にならない。それでどうするかというと、製糖工場を全部負担している、そこで製糖工場赤字になるから国が補填するというパターンを取っていますよ今。だからこの辺は言葉良くないけど甘やかしてるかな、いわゆる会計制度を直さないと、企業のいわゆる自助努力、自己努力の分野が足りないんじゃないかというのが僕の印象、うん、残分析した結果ね、うん、それと同時にですね、うん、さっき平川さんのお話にも出た、もう農家が高齢化しててですね、いわゆる沖縄でいう宇治倒産がですね、君倒すのがもうああいう重労働が、普通にはなかなかもう維持しづらくなっている問題がありますよね、はい、それとも相まってですね、やっぱり TPP 導入するとそのますます維持しにくくなるんじゃないのかと思うんですけども、今おっしゃったようなその黒糖への切り替えがスムーズに進むか、そうでなければですね、もう間に合わなくなってしまうんじゃないかなと思うんですが、 TPP と黒糖は悪いけど関係はないんですよ、うん、ただ黒糖から粗糖に変えたら競争厳しくなりますよ。黒糖の状態で戦わないと、だから農業として見るのか工業として見るのか環境として見るかによって違ってくると思う。先ほどイスラエルが 60% 高地面積の砂漠よと言ったのは、ここの不利な地域、自然状態で不利な地域はいわゆる品目横断的に何作ってもいいけど所得保障しなさいと。日本で今やってるのは中山間地域問題、はい、沖縄は離島があって、この離島もバラバラなんで、どうしても不利な状態でしか農業は起こしえないんだよ。そこの所得を保障してあげる必要まずあると思うんだ、うん、今日ギャラリーの方の中でサトウキビ農家の方もいますか。サトウキビ作って生計を立てるとかいらっしゃいますか。 JA 関係の方とか工場関係の方とかいらっしゃいますか、ね、うん、でも TPP によって大きなサトウキビ作れるぞっていう、それはなぜそういうふうに言われるんですか。これは
政治的な話なのか、経済的に見たらそんなことありえない。経済的に見たらどうなんですか。あのその糖化を砂糖価格をですね、糖化を保証するという仕組み自体を維持するということになってますけれども、うん、あのそれがそのまま本当にずっと維持できるのかどうかですね、うん、それはあの TPP 発行してその後にですね、どんな、まあ、交渉が出てくるのかにもよると思うんですね。あのこれは今回 の, あの TPP の合意の合意文書の付属書というのがついてるんですけれども、あのこれですね、付属書にはですね、発行 TPP が発行して効力を発揮してから7年後には、もし5カ国が要請すれば再協議するということになる。その項目ごとに再協議、農水産物の関税についてですね、で、まあ、こういうこともですね、つい最近分かってるんですよ、うん、あの10月に大筋合意しましたけれども、あの政府がこの付属書、あ、合意文書そのものを公開したのは1月でですね、うん、でこの付属書に至ってはつい最近です、うん、でそれがものすごい膨大な文書でですね、しかも難解な文書なもんですから、あのこういう条項が隠れてるっていうのはつい最近にしか明らかになってないです。これ再協議になったとしたら、うん、再協だからこれは不利になるということですか。そうです、実はそういう付属書でそういう合意をしてるのであればですね、うん、あの機微のその投下保証についてもですね、そのまま維持できるかどうか、維持できないっていう項目がもしかしたら入ってるのかもしれない、うん、あの TPP の一番の問題はですね、その交渉過程が非常に不透明でですね、あのでどんな約束を交わしているのかっていうのがなかなか国民に一般に伝わってない、そのままで、その国会で承認していいのかという疑問がやっぱりあるんですね。最初にあの広岩さんがおっしゃいましたけれども、あのアメリカと日本との間でその TPP についての認識が違うと、イメージが違うというお話されてましたけれども、あの例えばセンシティブのお話最初にされました。日本ではですね、一番最初あのこれは私のしたフリップで一番最後のところにあります。これは2012年のですね、総選挙の時に、自民党が貼ってたポスターです。で TPP への交渉参加に反対というふうに打ち出してた。 TPP 断固反対と言ってました。であの正確に言うとですね、あの聖域が守られないのであれば交渉参加に反対という言い方でした。で、あの、はい、で、聖域が今回 の, あのその後交渉参加することになった時の言い方は、あの聖域が守られることを確認できたから交渉に参加したんだという言い方でした。で今回もあの関税撤廃ではなくて、まあ、関税が減るという交渉だった、重要5項目についてはですね、であるから公約には違反してないという言い方ですけれども、そもそもあの国民が合意してないと思うんですね。選挙にはそもそも2012年には交渉参加反対ということで投票した人もいて、でその後14年にはあの重要5項目は守るという前提で投票する。ですからあのここは国民の合意を得ないまま走ってしまっているということですね。ですからあの実際 の, そのさっき申し上げたように1月に、基本の合意文書、それから2月になってようやく、その付属書を公開してますけれども、ものすごい200ページにもわたるような膨大な資料なんですよ。あの政府のホームページ見れば出てきますけれども、でものすごく専門用語も多くてですね、あれを読みこなして上できちんと議論した上でじゃないと、あのとてもじゃないけど国会で承認するわけにはいかないんじゃないかなと、うん、私は個人的には考えてます。なるほどね。はい、どうぞ。でその上であのきちんとやっぱり国民の信を仰いでですね、
やるべきじゃないかなというふうに思います、ね。あのまあ、今日の、まあ、テーマはですね、TPP とバスサトウキビということなので、なんかフロアの皆さんの方からここが疑問なんだというのがあれば、残りの時間も含めてですね。あと一言。あと一言、じゃあ広谷さんの方からあと一言である。あの TPP に始まる前に日本は事前協議やってるんですね、アメリカと。事前協議。その時に全ての品目はテーブルに載せますとなってるもんだから。遅すぎるんだ、参加が。11カ国がすでに同意したものは触らんと。日本側だから、関税、例外なき関税撤廃の TPP に反対すると。安倍さんは後ろの言葉だけ取って TPP に反対という表現で選挙してきたの。そこの選手の意味が全く理解が違うもんだからね。さっき言ったように586品目の中のあれは触っちゃいけないんですよ、正義だから。ところがもう交渉段階でガンガン触ってて4割ぐらいは取られてますよ。結局560586の中の170だけ認めてもらって、他のもんから例えばいわゆる何他のもんっていったら何かというと貿易実績のない項目だとか、あるいは加工品調整品は外そうということで、さっき言ったように米だったら玄米とか白米だけ守ったよと、あとの米は重化するよという内容になってるんだよね。砂糖でも白糖とグラニュールとかこんなの守って、あとの砂糖は重化するよというようになっていて、これはあの奄美でした、奄美担当大臣が言ってるように、奄美586品目が正規だと、いわゆる正規というのは触っちゃいけないと、その正規が守れない状態なら席を外して参加しませんと言ってこいということだけど、さっき言ったように抜け道ができていましてね、この辺うまく逃げているなということと、先ほどセンシティブの契約を見てもアメリカと日本は同じ砂糖あるんですよ、アメリカもあるんですよ、乳製品があるんだ、これはどっか出てくると思うんだけど、共通のセンシティブだけど内容は全く違う、そういうことである意味ではごまかしがあるなと思うし、あるいは騙したのかなと思うのもあるし、ここは安倍の内閣で僕はそのまま突っ走ると思うんです。ただこれは自民党が過半数持ってるからね、席は合意にも通すと思うんですよ、まあ、何やかんや言っても、うん、TPP はもう来るだろうと、そういうことを前提に今日の話は進めていますからね、うん、だから僕はあんまり心配してね、サトウキビについてはよ、サトウキビについては、うん、沖縄のサトウキビについては、うん、ということですか。どうですか皆さん。あ、はい、どうぞ。琉球大学の白岡と申します。今日はありがとうございました。そのまずその撤廃と削減という、さっきあの福原さんも出ましたけど、まずそれは最初からもうできたというのに、私はまあ新聞を読む限りではあの見えるんですが、撤廃してないよと、でただし削減だよ、そんなのもう役人レベルで分かったことなんじゃないかなっていうのが1点。それについて何か情報があったら教えてほしいというのが1つです。あと2つなんですけど、いわゆるその異性化糖ですね、それの輸入が増えて、それから加糖調整品の輸入が増えるっていうことは、甘いものが日本にいっぱい入ってくるということで、日本国内の甘いものを生産しているところがそれと競合して負けていった場合に、日本国内の甘いものが売れなくなる。そうなると日本国内の粗糖の需要が減る。そうなると結局粗糖を買い上げる必要がなくなってくる。そういう構図の中にこう入ってきている段階で、やっぱり沖縄は大丈夫と言えるんです。僕から答えよう。最初はだから削減という言葉を使ったり、撤廃という言葉を使ってますけど、これは使い分けしてますね。多分僕は決勝マークつけていますけど、今のとまだ明らかじゃない。
先ほど火星化糖が入ってくる、異性化糖が入ってくる、それも先ほど言いましたように調整菌とりますよね、輸入の外に対しては。この調整菌今600億ありますけどね、取れなくなる可能性もあるんですよ。それでそういった加糖調整品のものもやっぱし加糖調整品は調整菌取りますよという文面になってるんですよ。だから農法上に入ってこないと思う、あの自由に入ってこない調整菌も、あ、ごめん、加糖調整菌だとか異性化糖は自由には入ってこない。政府はあのこういうブレーキをかけていますからね。ただ信じれば信じる、そのまま疑ったらきれいないんだけど、おそらく入りにくいんじゃないかと僕は思う。あの今ご質問あった通りのことを私も実は懸念してたわけですね。さっき加糖調整品の件を申し上げたのはですね、あのおっしゃるように甘いものが入ってくることになるわけです。でそうすると、国内産の甘いものに対する需要がやっぱり減ってしまうという懸念があるんじゃないかということを私もあの疑問に思ってました。で今あの広岡さんはその調整菌が、を課すことになっていると、そういう合意内容になっているから野放図に入ることはないというお話でした。ただあのさっき申し上げたようにですね、あの付属書とかも地裁に全部隅から隅まで点検しないとですね、後でその調整金の仕組みは何年後かに見直すとか、そういうものがもしかしたら入ってるかもしれないというところはちょっと留保した方がいい、現時点で大丈夫とまでは断言できないんじゃないかというふうに僕は考えています。他にどなたが申しましたらよろしいですか。あ、はい、ちょっとあの話があのそれるかも分かりませんけど、アメリカ人の甘いものってめちゃくちゃ甘いですよね。あのもの日本人は好まないと思うんですね。あの甘いものっていっても製品である限りやっぱりあの工夫の次第があると思うんですよ。あのサトウキビでもジュースで飲むのと黒糖になったその間のところで何か製品化ができないかなというふうな気がするんですよね。だから黒糖でもあのウイスキーボンボンみたいに中に泡盛を入れて泡盛を味わうのと全く違った泡盛が黒糖であの黒糖菓子として味わえるとかね、なんか工夫の次第があるんじゃないかなっていうような気がするんですよね。この辺はまだ手がけてないと思う。というのはですね、アメリカ人の砂糖消費量は24キログラムあるんですけどね、1人当たりよ。日本は16キログラム一番低いんですよ。だからあのブラジルと67キログラム1人当たり年間で食べてるんです。だからこうなるんですけどね国によって全然違う。だいたいヨーロッパは40キロ消費量です、1人当たりの。沖縄、日本低い方16キロというのは中国も不足していますから、向こうはあの10キロですよ。あとはチクロとかなんとか人工甘味料食べています。だからそれに合わせて商品とか作られていて、アメリカから直接入ってくるのはそういう糖分が非常に多いのが入ってくると思う。これほとんど、異性化糖がメインです。加工品にしたとして沖縄でね、バーボンとかに入れたとか、なんか美味しそうですけども、これで世界で太刀打ちできるんですかということですよね。バーボン、アルコール、アルコール入れたり、まあ工夫をして、エタノール作った方がまだいいよ。エタノール作った方がまだいい。砂糖キビ原料です。何でもあのいわゆる薬草、いわゆるリキュールですよね。薬草を入れ込んで、黒糖にする。そうすると沖縄の健康にいい薬草の入ったその泡盛ボンボンができると。なるほどね。いろいろ工夫次第で製品ができると思うんですよね。だから製品で勝負した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。どうですか深田さん。
あのさっき平川さんもおっしゃったようにですね、黒糖で売るっていうのはまさにおっしゃる通り製品化して最終製品として売るということですよね。で最終製品として売るのは原料として出すよりはもちろん付加価値が高いですから、その方があの要するに競争力があるんじゃないかというお話ですね。うん、そこはあの、ま、全くおっしゃる通りだと思います。あのそう、ただ黒糖といってもトータルで年間6万トン7万トンぐらいしかないからね、うん、これを黒糖にしたら7000キログラムしかならないですよ。10対9です。あ、1対9だから、まあ、でも経済的にやっぱ付加価値をつけないと生産者はもうあと10年もしたら高齢化でもういなくなりますよね、サトウキビ農家はね。おそらくね、黒糖は生き残るよって言ってんだ。黒糖は生き残るって言っても若者がそれを支えていかないと黒糖生産農家いなくなるじゃないですか、うん、でも採算さえ取れれば企業体にしてあの従業員としてそこで安定した生活が営めるようにできると思うんです。分かりました。残り時間少ないので最後、まとめみたいな形で、僕はいいよ。じゃあ福田さんの方、まあ、今日のテーマはですね、サトウキビと TPP vs サトウキビっていうことなので、まあ、ほとんどサトウキビに絞ったお話だったんですけど、私やっぱりあの TPP の一番の問題はですね、よく言われるこの ISDS っていうところじゃないかなと思うんですね。 ISDS 皆さんご存知の方いますか？いや、知らないっていう人、知らない。 ISDS なんだって正直に、4、5名おられますね。これは直訳するとですね、投資家対国家の紛争解決っていうものですけれども、簡単に言うとですね、あの多国籍企業があの自分が輸出している国のその仕組み法制度についてですね、問題があると、これは関税以外の非関税消費という言い方をするんですけど、まあその国の仕組みがおかしいという場合にですね、あのその多国籍企業の方が訴えて、で相手の国を訴えるわけです。国とその投資家の裁判ということになる。でそれがあのそういう風にして紛争は解決しますよという条項がこの TPP に入ってるんですね。でそういうことはどういうことかというとですね、あのこれは、大抵の場合です、全部か全部ではないんですけど、大抵の場合は投資紛争解決国際センターというところで調停することになる。でこれはですね、ワシントン DC に本部があるそうなんですね。で世界銀行の傘下の組織なんですけども、世界銀行というのは総裁はもう代々アメリカが指名する機関です。そこの傘下の組織が調停する。これで果たしてあの公平な調停ができるのかっていう問題が一つで、まあそれ仮に、その調停をやったときにですね、この過程は密室なんですよ。密室協議なんです。でしかもこれは控訴する、控訴上告という仕組みがありません。一発でこの紛争解決国際センターが調停案決めたらですね、もう一発で決まるわけです。でそれはこのTPP に加盟している国はそれに従わないといけないですよという仕組みになっているわけです。でじゃあ投資家がどんなものを将来訴えるかというのは今のところ予想つかないわけです。で、あのこれ例えばですね、よくあの指摘されているのはですね、あの遺伝子組み換え食品の表示について、もし投資あのその遺伝子組み換えの例えば大豆とかを作っているような会社がですね、日本の仕組みを訴えた場合どうなるかっていうのはですね、これ GM っていうのは遺伝子組み換えっていう意味です。で遺伝子組み換えの原料が入っている食品についてはですね、日本ではあの表示が必要なんです。義務なんです。これは遺伝子組み換えの原料を使ってますっていうのを表示義務があるんです。これはアメリカでその必要はありません。いや、あるいはこれ遺伝子組み換えのが入っていませんという表示、非 GM 表示って言いますが、あの日本でも醤油なんか見たら皆さんあの食品表示見たら分かると思いますが、原料大豆かっこ遺伝子組み換えでないっていうような書き方します。つまり
電子組み換えじゃないよっていう表示についてはですね、日本は法律の義務はないんですけど、みんなメーカーが自主的に表示してるんです。ところがアメリカではですね、これこういう表示しちゃいけませんってことになってます。だから電子組み換えの食品を作ってるアメリカの会社がですね、日本の今の食品表示は不当に遺伝子組み換えを差別してるんだということで訴えた場合にですね、もうさっき言ったあの紛争解決国際センターで一発で、裁定してですね、日本の仕組み法制度の方がダメですということになった場合ですね、日本の国の政府としてこれに従わないといけない、従う義務が生じてくるんですよ。この ISDS 条項を含まれている TPP 加盟している以上ですね、まあ、あの今のところ政府は遺伝子組み換え食品ではそんなことありえませんって言ってますけど、 ありえませんって言ってるだけでですね、それを保証する仕組みどこにもないんですよ。でこういうこともあるんですから、日本 の仕組みとして国民を守るために設けている制度がですね、今後維持されるのかどうかっていうところが今の TPP の政府の説明で不透明なところがある。ですからやっぱりこんなところも含めてですね、きちんと議論して、さっき言った、付属書とかも含めてどんな合意がなされているのか、あるいは今後そんな可能性本当にないのかどうか、もう徹底的に洗い出さないとですね、今のままで今の状態のままで、批准してしまう、国会で承認してしまうのは私は非常に危ないんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございました。今日長時間にわたって、TPP vs サトウキビということで、その問題点と、それからそうではあるんだけども対策は立てないといけないだろう、サトウキビどうするんだと、それに対して宮城博岩さん、そして、福原仁さんからご提案ということをいただきました。今後も、まあ、注目というか注視していかないといけないでしょうね。福原さんが指摘しているように、この ISDS という条項、今の中でも 4,5 人の方は、いやそんなの知らないという方が、ね、4,5 人おられましたし、ということは国民全体の中でもこれ半分ぐらいもしかしたら ISDS なんじゃなって知らないかもしれないですね。そういうこととか、あるいは不透明性、やっといろんなのが出てきたと、細かい部分が、でそれを読みこなすのにもまた大変な時間と労力が必要になってくる。ましてやサトウキビというのは沖縄とかに限られていってますので、どういうふうになっていくかというのは沖縄サイドから注視しないといけない、企業の農家の皆さんの自助努力というんですかね、ひろよさんに言ったらちょっと怠けてんじゃないかと、もうちょっと努力しないとダメだよという葉っぱをかけられることもありましたので、そこも含めて、まあ、当センターでも今後とも注目しながら、何か機会がありましたので皆さん声かけしたいと思います。宮城ひろよさん、そして福原仁さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。